こんにちは、クリプトタイムズ代表の新井です。今回の動画ではディファイラマの使い方を解説していきたいと思います。ディファイに関してのデータが全てまとまっている総合分析サイトというような形で考えてもらえば分かりやすいかと思います。ディファイの総合分析プラットフォームなので、イーサリアムはもちろんなんですけれども、バイナンススマートチェーンであったりですとか、まあ、トロンのようなブロックチェーンもそうですし、数多くのですね、レイヤー1、レイヤー2の上に乗っかっているディファイアプリケーションのデータが全てここに入っています。特にですね、このディファイラマというのはですね、ディファイの健全性であったりとか、ディファイがどのぐらい成長しているかというデータもですね、全て載っているので、ある種ですね、このディファイラマを使えば、このディファイ市場を全てですね、観測しつつ、将来もある程度予見することができるための必須なプラットフォームになっています。特にですね、 DeFi では TVL と呼ばれるトータルバリューロック度と呼ばれるですね、この DeFi の上にどんだけ資金が集まっているかっていうような指標があるんですけれども、この TVL という指標であったりですとか、また DeFi ごとのこの資金の流入や流出、これらのような指標というのも全てトラッキングすることができます。そのためですね、この DeFi ラマを通じて DeFi におけるデータ分析というのを全て行うことができる非常に重要なツールになっています。それではですね、ディファイラマのサイトを見ていきたいと思います。ディファイラマの URL は概要欄に URL を貼っておきますので、そちらよりアクセスしてください。間違ってもフィッシングサイトなどにはアクセスしないように気をつけてください。それではディファイラマの一番ベーシックな基本的な使い方として、まあ、各チェーンのディファイがどのぐらい今資金が集まっているか、そして TVL はどのぐらい今集まっているかというようなデータを見ていきたいと思います。トップページに行きますと、もうすでにもう左側のディファイのタブの中のですね、オーバービューというページが表示されているかと思います。ここが出てくるんですけれども、これが今のですね、DeFi の市場のデータになっています。はい、この TVL というのが先ほども話した通り、トータルバリューロック度と呼ばれる指標となっていて、この今 DeFi の市場にですね、どのぐらいの資金が集まっているかというのを見る指標になります。で、これを見るとですね、今もすべてのブロックチェーンが選択された状態になっているんですけれども、まあ、DeFi がですね、まあ、生まれたのは2018年の、まあ、5月ぐらいからのデータなんですが、2018年5月ぐらいから2020年のですね、まあ、7、8月ぐらいですかね、からちょっとずつ成長を遂げているのがわかるかと思います。で、まあ、ピークの頃はですね、これ2022年の今、11月の11日ぐらいですかね、TVL が 173.1 ビリオンなので、2021年11月11日はですね、もう1730億ドルの資金が、まあ、集まっていたということになりますね。まあ、その後、まあ、ちょっと、ディファイ市場もですね、まあ、ディファイ市場に限らずですかね、暗号資産市場というのがちょっと低迷したことによってですね、このディファイの資金が、要はどん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 流出していったっていうのがわかるかと思います。で、また2023年のですね、まあ、10月ぐらいを、皮切りにですね、また、底打ちをしてですね、まあ、資金が徐々に徐々にまた入ってきているっていうのがわかるかと思います。はい。まあ、このようにですね、これはですね、まあ、イーサリアムだけではなくてですね、イーサリアムを含むすべてのブロックチェーンにおける、まあ、TVL というような形で、まあ、ディファイの資金の流入っていうのがわかるかと思います。まあ、なので、このですね、TVL というのが伸びているっていうことが、まあ、ディファイ市場に今お金が集まってるよっていうのが、まあ、わかる一個の指標になるんですね。まあ、なので、この TVL というのは非常に重要な指標になっています。でですね、まあ、例えば今これ全てのブロックチェーンで見ているんですけれども、例えばじゃあイーサリアムだけにするときはですね、このイーサリアムのタブっていう風にすればいいですし、まあ、そうすると今イーサリアムは 49.40 ビリオンが TVL として集まっているっていうような形になってます。なのでだいたい490億ドルぐらいですかね。まあ、他にもですね、例えばまあ、おおむねですね、まあ、チャートで見るとさっきと同じようなチャートになってますね。まあ、ちょっと、長いチャートなので、まあ、直近の1年半ぐらいで、2022年からにしましょう。で、じゃあこれ今、イーサリアムは2022年の1月から、まあ、右肩下がりになっていたんですけれども、まあ、この10月ぐらいからまた徐々に徐々に上がってきているよっていうような形になってますね。まあ、これ他のソラナとかでも多分同じような感じになってまして、はい、2022年のスタートからまあちょっとずつ下がっているんですけれども、はい、2024年10月ぐらいから成長してます。まあ、このようにですね、わかるんですけれども、まあ、ここでちょっと使い方の一個比較として、例えば今これソラナだと、直近でもですね、TVL がガクッとさ、まあ、一瞬下がっている、ここはですね、8月の頭にあった、暗号資産クラッシュみたいなのがあったんですけど、その後も一気持ち直してるんですね。なので、形で言うと、まだまだ右肩上がりしていきそうだなっていう感じなんですけども、例えばイーサリアムとかですと、はい、2022年の10月から、これは直近ぐらいまでなんですけれども、ここの8月、5日6日の時点で資金が一気に抜けていると思うんですが、
その後ですね、ソラナと比べると、ソラナの時はですね、この TVL っていうのは一気に戻っていたと思うんですけども、イーサリアムっていうのは戻りきっていないんですね。このディファイラマから考えられる点で言うと、イーサリアムよりも今ソラナのディファイの方が資金の集まりがいいんだっていうように考えられるんですね。ちょっともう一回ソラナ見てみましょう。はい、全てが元通りっていうわけではないんですけれども、そのピーク時、7月末は 5.63 ビリオンだったのが、まあ、4.99、まあ、5ビリオンなので、約9割ぐらいの TVL が戻っているっていうのがわかるかと思います。まあ、このようにですね、まあ、一個一個のチェーンとかをこうやって見ていくと、現在がどういうトレンドなんだっけっていうのがわかるんですね。まあ、ここはもちろんですね、TVL というのがイーサリアムとソラナであればもう10倍ぐらい違うので、この戻りのスピードとかっていうのも違うんですけれども、単純にイーサリアムから資金が抜けてそれがソラナに移動したとか、そのような感じのデータの使い方もできます。まあ、BSC はちょっと期間が少ないですけれども、同じように例えば2022年の10月とかってなってくると、はい、TVL はだいたい今 4.453 なので、ソラナよりちょっと少ないかなっていうぐらいですね。これで見るとですね、ソラナとかイーサリアムとは違って資金の流出みたいなのがずっと続いている状態ですね。先ほど10月を起点に、まあ、徐々に上昇していったよっていうような話をしたんですけれども、これを見ると2023年の10月から、まあ、ちょっとずつ上がっているんですけれども、 BSC に限っては、4月をですね、まあ、ピークに、まあ、右肩下がりで資金が抜けていっている状態になってます。なので、まあ、こういうふうにデータを見ていくとですね、まあ、イーサリアムとかソラナっていうのは徐々に資金が集まっているよっていうふうになっているんですけれども、反転してですね、この BSC とかっていうのは資金がどん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 抜けているよと。まあ、ここから考える点としては、まあ、BSC は今、まあ、ディファイっていうのは全然熱くないんだなと。で、資金が集まらないで、要は BSC にむしろ入っていた資金を元にして、まあ、他のところにも資金もしかしたら移動するんじゃないかなとかっていうふうに考えることができるんですね。なので、今、まあ、無理にですね、BSC に、まあ、資金のトレンドっていうのがないので、そこにあるディファイを別に触らなくてもいいかもなっていうふうな考えができます。で、このままですね、まあ、一回ブロックチェーンをオールにした状態で、もう一回下に行きますと、今度プロトコルランキングというのが出てきます。これ何かと言いますと、まあ、現在ですね、このディファイ市場でどのディファイにお金が集まっているのっていうのが分かるランキングになっています。まあ、これは単純なランキングなので、まあ、後ほど深掘っていった際のですね、まあ、見方っていうのを解説するんですけれども、まあ、一番ですと、例えば、このライドっていうのが一番になってます。まあ、ライドが、まあ、リキッドステーキングのカテゴリーで 25.949 ビリオンっていうのを集めているっていうような形になってますね。で、まあ、25.949 ビリオンってじゃあどのぐらいなんだっけっていうと、まあ、じゃあこのトータルバリューロックド、この全ブロックチェーンで TVL が86ビリオン今あるんですけれども、そのうちの 25.9 なので、大体ですね、このライドだけで、TVL のですね、3割ぐらいを占めている計算になります。まあ、このような形で、まあ、このランキングっていうのは TVL 順になっているんですけれども、いろんなチェーンのディファイというのがランキング形式でここに載っているよっていうのがわかるかと思います。さらにですね、左側にあるですね、チェーンズっていうタブを今度はクリックしてみましょう。はい、そうするとですね、今度トータルバリューロックドオールチェインズっていうような画面が出てきます。ここでですね、現在のイーサリアムをはじめとするいろんなチェーンがあると思うんですけれども、それらのチェーンが今どのぐらいの TVL があるかっていうのが今度はランキング方式で出てきます。で、今度これを見ていきますと、まあ、例えばイーサリアムはさっきも言った通り1番で、今 TVL は 49.404 ビリオンになってますと。で、次はトロン 8.304、ソラナ、BSC、アービトラムというような形でですね、どんどん続いていくんですね。この、まあ、ランキングを見ているとですね、ここの 1D チェンジとか 7D チェンジとか 1M チェンジっていうのがあると思うんですけれども、これがいわゆる TVL が1日前と比べてどうなっているか、7日前と比べてどうなっているか、1ヶ月前と比べてどうなっているかというような、変化の率を表した、データになっています。で、これを見るとですね、1日前と比べると、アバランチがプラス 4.77% の TVL の流入が起きているなっていうのが、このデータではわかるかと思います。このデータから考えられることとして、例えば今、アバランチのディファイは、1日前ぐらいからですね、おそらく何らかしらのキャンペーンを行ったとか、その1日前ぐらいから、すごい成長のしているディファイが出てきているんじゃないかっていうのがわかるんですね。なので、単純に今このアバランチに資金が徐々に入ってきているんじゃないかなっていうふうに考えることができます。例えば7日間で見ると、7日前と比べるとこのアバランチとかポリゴンっていうのが、だいたい 12.5% から 13% ぐらいのですね、TVL の変化が起きているっていうような形になってます。まあ、このようにですね、これ本当に簡単に見ているだけなんですけれども、1日前と比べて、7日前と比べて TVL が増加しているっていうことは、今このですね、期間に、まあ、おそらく成長している、まあ、ディファイの
のプロトコル、資金がいっぱい入っている DeFi のプロトコルがある、もしくはですね、まあこのアバランチやポリゴンのように、まあ、7日前と比べると何らかしらのキャンペーンをやっていて、そこに対してそのキャンペーンを取りに行きたいっていうようなユーザーが、まあお金を動かしているんじゃないかっていうような形のことが考えられるんですね。ではこのセブンデイズの中にですね、まあ 12.92 のこのアバランチをもうちょっと深掘りしてみたいと思います。これちょっと発展したやり方なので、この 12.92% の、変化があるこのアバランチチェーンで、じゃあ実際何が起きているのかっていうのを深掘ってみたいと思います。じゃあこのアバランチっていうところを今度はですねクリックしてみます。はい、するとですね、まあもちろんこの TVL っていうところもちょっと見てみましょうか。 TVL で3ヶ月ぐらいをちょっと見てみるとですね、まあ8月6日5日ぐらいでですね、まあ資金が一気に抜けたよっていうのはさっきも言った通りなんですけれども、ここからですね結構 V 字回復してるんですね。まあピーク時がこの7月29で 966.76 ミリオンだったのに対して、今もですね945.68 なので、もうほぼほぼ TVL っていうのが回復しているんですね。1週間前と比べて 13% ぐらいのですね成長率があるっていう風になったんですけれども、これを見てみるとですね、はい、これここの下、まあプロトコルランキングという風になっていて、アバランチのプロトコルの、ランキングになってます。 TVL のランキングですね。これを見ると上の一番初めのベンキっていうチェーンからですね、まあこのトップ10のパンゴリンっていうチェーンまでですね、もうほとんどがですねセブンデイズの TVL っていうのが伸びている状態になってます。もうトップ10どころかですね、もうほぼほぼの、チェーンでですね TVL が今伸びているっていうような状況なんですね。なのでまあここから考えられる点としては、今アバランチのブロックチェーンに対して資金流入が起きているんだっていうのが、これも単純にわかると思います。それなぜかっていうと、例えばですが、アバランチの1個のディファイにだけ資金が集まっているのではなくですね、まあ、アバランチの上にある、このディファイのアプリケーションに、まんべんなく今資金が集まっている状態になってるんですね。で、ここから考えられることとしては、今、アバランチが何らかしらのキャンペーンとかやってるんじゃないかなっていうのは、私は今、これを見て予測します。ちょっと一応調べてみます。はい、これアバランチをですね、今これ何かしらのキャンペーンやってるんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと予測したんで、ちょっと調べてみたんですけれども、この今、X のこの画像を見るとですね、The Avalanche Boost Campaign is Fuel DeFi Growth Across Avalanche っていうふうに書いてあるんですね。これつまり、まあ、アバランチでなんか DeFi を成長させるためのですね、まあ、ブーストキャンペーンっていうのをやっているみたいです。はい、まあ、ブーストキャンペーンっていうのがいろいろあるよっていうふうに書いていて、まあ、アバランチのブーストプログラムっていうのが、まあ、そもそもですね、これ、ジュライって書いてあるんで、まあ、7月の、初旬ぐらいからやってるんですかね。この初旬からやってですね、1ヶ月でプラス 15% の TVL が獲得できているっていうふうに書いてますね。なので、まあ、このですね、まあ、アバランチのセブンデイズと比べた時の、まあ、ディファイの伸びっていうのは、このアバランチが今やってるブーストのキャンペーンっていうのが、効果的になっていて、TVL っていうか伸びているっていうふうに考えられるわけですね。なので、まあ、現状ですね、まあ、DeFi で資金運用をいろいろしたいなって思う方はいると思うんですけれども、この考えで言うと、まあ、アバランチだったら今なんかブーストキャンペーンやってるから、他よりもお金が集まってるっていうことは、お金をくれるキャンペーンをやってるんだなっていうふうに考えることができるわけですね。なので、まあ、このようにですね、まあ、まんべん的にアバランチのエコシステムは、まあ、7日前と比べて TVL っていうのが伸びているので、まあ、アバランチではこういうキャンペーンをやってるよっていうような裏付けになっているのが分かったかと思います。で、今回は、まあ、これアバランチがですね、伸びている理由っていうところだったんですけれども、もちろんそれ以外のケースっていうのも考えられます。今の例ではですね、例えばこのチェーン全体を見た中で、どのチェーンの TVL が伸びているか、そこからですね、今のトレンドってじゃあどこのチェーンにあるのかっていうのをなんとなく分かったと思うんですけれども、今度はですね、DeFi 単位でどの DeFi に今資金が集まってるんだっけみたいなことを深掘っていきたいなっていうふうに思っています。この DeFi のオーバービューというところに一回戻ります。で、このプロトコルランキングっていうところがあるんですけれども、まあ、このプロトコルランキングをですね、この TVL ではなくて、例えばじゃあこれを7日前のチェンジで、ここをクリックするとですね、ソートができるんですね。これを押してみたいと思います。まあ、するとですね、まあ、これ要は7日前と比べて TVL が伸びた順にですね、DeFi を並べ替えてくれるんですね。で、これを見ると、232,229% の割合で成長しているような DeFi というのが、例えば一番上に出てきているんですけれども、ここで気をつけなければいけないのは、要は7日間のうちでの変化率っていうのを今見てるんですけれども、TVL っていうところにも必ずチェックしてください。これなんでかと言いますと、冒頭にお話ししました。この TVL というのが、要は資金が多く集まっていれば多く集まっているほど、まあ信頼があるというわけではないんですけれども、ある種の指標になるわけなんですね。で、ここを見ると、まだ25,571ドルしか集まっていなくて、まあ、いわば、まあ、資金で言うと3700万円ぐらいしか資金が集まっていない。いわゆる、まだちょっと入れるには僕だったら怖いなって思うリスクの高い、要は、ディファイなわけですね。
まあこの2番目のやつとかですと、まあ成長はしているものの TVL 28,555 ドルしか集まってないです。これだいたい400万円ぐらいなので、まあちょっとやっぱ僕がですね、ここで資金を運用しようと思うと、ちょっと怖いなっていうふうに思っています。なので、まあまずここの指標として TVL が、まあ最低でも僕は10ミリオンぐらいはお金が集まっているディファイじゃないと、まあ入れたいなとは思わないです。なので、まずここ1個目の指標として、この TVL っていうのは絶対見るようにしてください。で、この TVL というのが、まあ10ミリオンとかを超えてくるようなディファイになったら、初めてですね、この1日前とか7日前、1ヶ月前の変化率を見て、あ、今ここがトレンドなんだなっていうのがわかるかと思います。10ミリオン未満でも、ちゃんとしたディファイっていうのはあるかもしれないですし、10ミリオン以上でもダメなディファイっていうのはあるとは思うんですけれども、あくまでこれは私の指標なので、例えば10ミリオン以下でもですね、もしいいなと思うディファイがあれば、ご自身でですね、ちゃんとリサーチをしてみた上でですね、まあ入れる検討をしてみてください。ここまで言ったのがディファイラマのですね、基礎的な使い方です。どのチェーンが今トレンドがあるんだっけ、どのディファイがトレンドがあるんだっけっていうのがランキング方式で見られますし、まあソート機能を使えばですね、まあ1ヶ月前とか1週間前の変化っていうのもわかるようになっています。なので、これらを使って、まあどのディファイ、どのチェーンに今トレンドがあるかっていうのがわかったかと思います。かつですね、まあ先ほど私が言った通り、じゃあこのディファイ本当にいいんだっけっていうための時の指標の一個として、この TVL っていうのが挙げられますよというふうに言いました。この TVL がですね、極端に少ないディファイというのはもうリスクが高いので、そこの低いディファイに入れる際は必ず注意しましょうというような、このディファイラマの提供しているデータから分かったかと思います。ここまでがですね、ディファイラマの基本的な扱い方なんですけれども、まあ他にもですね、いろんなですね、ダッシュボードが準備されていまして、まあ本当にエアドロップっていうような項目もありますし、まあトッププロトコルっていうような項目ですと、今どのチェーンでどのプロトコルが流行ってる、どのアプリケーションが流行ってるんだっけっていうのが一目で見ることができます。まあ他にもですね、まあイールドっていうのとかを使うとですね、このイールドっていうのはですね、この APY というのがですね、いわゆる金利なんですけれども、このライドというのに入れると年利で今 2.95% つくよっていうのがですね、データとして出ていたりもしますし、まあこの APY っていうところをですね、まあ相当すると、まあ一番やばいのですと 229,169% 年利出ますよみたいなプロトコルとかもですね、出てくるんですね。まあ、なのでここでですね、どれが美味しいディファイなんだろうっていうような形で選ぶこともできます。しかしですね、まあさっきも言った通り、この TVL っていうのは一つの指標にしてほしいので、まあそこら辺はよくチェックしてみてください。ここまでがですね、ディファイラマを使った、簡単な利用方法であったりとか、分析の方法、まあ考え方っていうところを解説したんですけれども、ディファイラマを使ってですね、長期的な視点で、どのように考えていけばいいのか、そしてですね、市場がどのようになっていくのかという点に関して考えていきたいと思います。先ほどもですね、見た TVL の推移というので、そのディファイが今流行ってるんだっけ、廃れてるんだっけっていうのがまず一目で分かったかと思うんですね。ですし、まあアバランチのようにディファイが一気に成長しているケースもあって、じゃあこの時っていうのは、現在何かしらのキャンペーンやってるよねっていうような形で、現在の市場予測もできるわけですね。まあこれらの点から、じゃあこの TVL というのが、まあ昔からですね、今にも続けて、右肩上がりで伸びているチェーンというのは、まあ今も昔も、まあ使われているチェーンということがわかるので、まあここは単純に資金が集まりやすいようなチェーン。これからも成長がしていくんじゃないかっていうようなチェーンになります。まあ Web3 の業界ですね、まあグラントと呼ばれるですね、まあ助成金のプログラムというのがチェーンごとにあったりします。この助成金プログラムというのが結構ミソでして、まあディファイをですね、自分たちのチェーンに呼び込みたいなっていうふうに、新しいチェーンは特に思うわけですね。なのでこのグラントをまあ出すことによって、まあその時だけ TVL が伸びるっていうようなケースが多く存在します。しかし、このですね、グラントプログラムというのが終わると、ディファイのですね、TVL っていうのは、徐々に減少していく傾向があります。これだとですね、このチェーンがですね、右肩上がりに成長しているかどうかっていうのは分からないですよね。グラントと呼ばれるカンフル債を打ったことによって、一時的に成長した。もちろん下がってしまうけど、この後も上がっていくっていうケースもあるんですけれども、ここで上がっていかないチェーンっていうのも多く存在します。まあしかしですね、グラントを与えて、グラントが終わった後もですね、右肩上がりでやっぱ成長していくチェーンっていうのは必ず存在します。まあもちろんですね、ベア相場と呼ばれる、まあ暗号資産がですね、まああまり価格も上がらないし、まあお金がどんどん抜けていくような、このような相場でもですね、まあ右肩上がりで成長できているかっていうのが、まあ私が考えるですね、まあそのチェーンに、まあ貼るポイントなのかなっていうふうに思います。もちろんですね、この成長し続けるものだけに貼るっていうよりも、まあ例えばさっきも言ったようなグラントの時、一時的に TVL がピョコって上がるようなところとかもあるので、まあそれだけを狙いに行くっていうようなケースでも考えられたりはすると思います。まあなのでですね、そのグラントが発生するタイミング、まあここではですね、大体ディファイのアプリケーションごとにキャンペーンを多くやったりするので、いつもより多くのトークンとかがもらえて、要は利回りにつながるんですね。こういうキャンペーンをですね、順次やっているチェーンが多く存在するので、まあそこのグラントを狙って、このスワップスワップスワップみたいな感じで、ジョブスワッパーじゃないですけれども、まあディファイスワ
アッパーみたいな形でそこだけを取りに行くっていうような戦略をするのも全然ありだと思います。またですね、まあ進行プロトコル、まあ進行のこのディファイのアプリっていうのの登場もこのディファイラマを使えば簡単にわかるようになります。先ほどもですね、このプロトコルのランキングっていうところで、やったと思うんですけれども、今度これじゃあ TVL をソートして見てみますと、はい、 TVL をソートしてみると0ドルのですね、TVL の、ディファイっていうのがいっぱいあるんですね。これもう単純にまだお金が全然入っていない、まあプロトコル、ディファイのプロダクトっていう風な形でわかるんですけれども、例えばまあ、もうこれは本当にギークでマニアックな人向けなんですけれども、これらのですね、0ドルの TVL のものっていうのを一個一個見ていくっていうような形でもいいかもしれないです。もちろんこの中にはですね、もうすでにもう資金をですね、撤退してしまって死んでしまったプロジェクトとかっていうのもあるんですけれども、新しく出てきたプロダクトっていうのもあるので、ここら辺を見ていくっていうのはいいかと思います。まあ、なのでこのディファイラマのですね、データを利用することによって、新興のですね、プロジェクトのまあ新しいアプリが出てきた時、まあどのチェーンで出てきたかっていうのも分かりますし、そのプロジェクトがじゃあ資金がどんどん入ってるなっていうのをいち早く察知することができればですね、まあいわゆるファーストペンギン的な、まあもちろんリスクは負わなければいけないですけれども、もしいいプロジェクトだったらですね、アーリーな状態で入ってトークンを得て、まあ価格が上がっていくかもっていうようなことも考えられるかもしれません。なのでこのディファイラマを使ってですね、将来性の高い、成長性の高いプロジェクトっていうのをいち早く見つけることもできます。まあこのブロックチェーン市場というのは、多くのブロックチェーンや多くのプロジェクトっていうのがどん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 ですね、タケノコのようにですね、湧いて出てっていうのが繰り返されています。なのでこれらのですね、まあプロダクトとかチェーンのトレンドっていうのが本当にわかるので、例えばチェーン間でですね、資金の移動があったりですとか、プロジェクト間でですね、資金の移動があったりするとですね、まあこのデータ内でですね、大体わかるようになってます。ちょっとこれも一例が僕の中であるので紹介したいと思います。例えばなんですけれども、ちょっとデータで対比するのは難しかったんですけども、ブラストと呼ばれるですね、レイヤー2のブロックチェーンが、今年のですね、頭ぐらい、まあ去年末か今年の頭ぐらいから、今年の6月ぐらいまで半年ぐらいにかけてのですね、キャンペーンをやっていたんですね。このキャンペーン何かというと、このブラスト上にですね、まあイーサリアムとかから資金を持ってきてロックすることによって、まあブラストトークンっていうのを上げるよ、エアドロップすよっていうようなキャンペーンをやっていました。で、その時のですね、このブラストの成長の推移というのを見てみますと、2月末から始まってですね、この TVL っていうのが、まあ一気にですね、6月8日ぐらいがピークなんですけれども、はい、0ドルからですね、2.3 ビリオンまで一気に成長したんですね。で、その後多分トークンのローンチをしたのが、おそらく6月末かなというふうに思っているんですけれども、その理由としては6月の20日ぐらいから TVL というのが、まあ2ビリオンぐらいだったのが一気にですね、まあ10日ぐらいかけても1ビリオンぐらいまでなっているわけですね。で、まあ、8月の頭のショックの時には、もう1ビリオンを切っているわけですね。で、ここの一気に深い崖みたいになっているタイミングで、ここでブラストネットワークにあった資金というのをユーザー移動させたっていうことが考えられます。他のチェーンにおそらくこれは持っていっているので、どのチェーンかっていうのはわからないんですけれども、2ビリオンあったですね、TVL が、まあ、10日間かけて、だいたい 1.3 ビリオンとか2ビリオンになっているので、まあ、この分の700ミリオンぐらいのお金っていうのはどっかに行ってしまったっていうふうなことが考えられます。これはこの期間でキャンペーンが終わってトークンがローンチして、あ、このチェーンにいても旨味がないなって思ったユーザーが、まあ、移動していったっていうことが考えられるわけですね。なので、この市場のですね、資金移動の分析手段としてもこのディファイラマーは使われます。で、ここからが、じゃあ市場の未来とか予測っていうことを考えていきたいと思います。まあ、例えばですが、ジャンルによっての TVL の変化っていうのもあるかと思います。ちょっと前までは、リキッドステーキングやリステーキングと呼ばれるジャンルのプロトコルの TVL が伸びていました。これは何かというと、イーサリアムを、要はロックすることによって、あなたに、要はエアドロップが上げるよっていうようなキャンペーンを多くのプロジェクトがやったんですね。なので、ファーストペンギン的にですね、登場したプロジェクトがそれをやりました。その後に続くですね、2番目、3番目、4番目みたいなプロジェクトたちも同じようなキャンペーンをやったわけですね。そうすると、まあ、単純に考えるとですね、ユーザーは、このリキッドステーキングをやっているプロジェクトが、新しく出たらここにトークンを預ければ、トークンがもらえるんだなっていうふうに予測することができるわけですね。なので、ここの市場が、要は成長しているっていうことは、現在はリキッドステーキングの市場にお金がめちゃくちゃ集まっているっていうようなことが考えられます。なので、まあ、今後もですね、このブームが下火になるまでは、このリキッドステーキングと呼ばれる、この市場にですね、お金が集まり続けるっていうのがわかるかと思います。またですね、外部要因的な部分もあるかなと思っていまして、マクロ経済、まあ、いわゆるですね、まあ、
世界各国の、まあ、経済状況、特にアメリカとか中国ですかね、まあ、このですね、まあ、要人の発言が起きたりするとディファイのですね資金というのは一気に抜けるんですね。なので、まあ、ここら辺のですね、まあ、マクロ経済も、まあ、見ておかなければいけないかなと思っていますし、例えばアメリカ政府がじゃあ不動産をトークン化します、じゃあこのワインのボトルをトークン化して流通できるようにしますっていうようなことを大々的に発表したとします。そうすると今度はリアルワールドアセットって呼ばれるこの分野がそのジャンルに当たるんですけれども、この RWA と呼ばれるですねジャンルが一気に伸びるんじゃないかなっていうようなことも考えられるわけですね。なので、まあ、世界的なマクロ経済であったりとか、まあ、世界的な、技術的な革命であったりとか、そういう要因によっても、DeFi のジャンルが一気に伸びていくんじゃないかなっていうふうに考えられるので、まあ、これもですね、DeFi ラマの中にですね、ここの左側のカテゴリーズっていうところがあると思うんですけれども、このカテゴリーズっていうところを見ると、まあ、リキッドステーキングとかレンディングとかいろんなのがあるんですけど、例えば今言った RWA だと、はい、これ RWA の TVL のロックの状況なんですけれども、これ今まさに RWA がですね、世界的なトレンドに徐々になってきているので、TVL の成長っていうのがですね、このピークからですね、1回落ちて、6月にはですね、まあ4ビリオンぐらいまで下がったにもかかわらず、もうピークと同じぐらいの価格まで戻っているわけですね。なので、これ世界的にですね、今技術的に、この RWA っていうのが見直されているっていうのが分かったことから、まあ DeFi のこの RWA の分野っていうのが一気に伸びているっていうことが分かります。まあ例えば分かんないですけれども、アメリカのドルが一気に信用がなくなりました。そうすると世界的にパニックになりますよね。で、そうなった時に銀行が発行して国が管理しているこの通貨はダメだっていう風になったら、もしかしたら誰もがですね、管理していない、まあ、いわゆるこのアルゴリズムステーブルコインと呼ばれるようなものがあるんですけども、そういう分野に注目が浴びるかもしれないですし、本当にですね、マクロ経済であったりとか技術的なブレイクスルーによって将来の予測っていうのができるようになります。まあ、これらの視点からですね、まあ、市場の成長性であったりとか成長ポテンシャルっていうのを考えることもできますし、どのような戦略を取っていくかということを考えることによって、まあ、より成長性の高い投資であったりとか、まあ、金利を得るっていうことができるので、このディファイラマをぜひとも使ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。